早速今日もねマーケットアップデートやっていきましょう。仮想通貨市場また荒れてますね。すごい面白い話もあればやばい話もあります。まずいい話で言うと、ビットコインがとある国で法定通貨にまたなるかもみたいな話があったりとか、まあ、それ以外にもハックがあったりとかね、やばいことになってるんで見ていきましょう。まず今日のマーケットですけどね、ビットコインまあね、ちょっと下がったんだよね。でなんだけどまたちょっと盛り返したのかな。3万7000ドルをちょっと、ね、切ったんだけどもまた戻ってきたと。でそれにつられて、まあ、同じくみんな大体 3% ぐらいね落ちてるよねみたいな感じかな。まあ、ソラーナが 9% 以上落ちてるよねという感じですけどね。はい、まあ、今日は、まああのね、ソラーナに、まあ、イーサリアムもそうだし、まあ、カルダノもそうだし、結構ねいろんなところのオルトコインもね触れていこうかなと思います。まあ、まずはちょっとビットコインからいきましょうかね。でビットコインからいくんだけど、その前にみんなまずねビットコイン持ってないよみたいな人は、今日から言う、今触れるトークンとかほとんどこのバイビットで買えるんで、めっちゃ手数料安くなるやつ下にあるので、バンって買うとずっとね生涯無料じゃない、安くなるんですよ。なんでぜひ見てみてください。これ超簡単に買えるからね、ぜひ見てみて。あとはこの何ジョインメンバーシップもやってるんで見てください。今日はなんだっけ、まあ、氷河期のねちょっと過ごし方とか、人気の NFT のプラットフォームの使い方とかいろいろやってるんで見てみてください。あとはグッズもやってるんでぜひお願いします。ビットコインがなんかね面白いんですよ。この間なんだっけ、爆発じゃなくて、なんつうの、噴火したトンガって国あるじゃないですか。でトンガがビットコインを採用するかもみたいなことが今日出てるんですよね。どういうことかというと、このねロード・フーシー2さんっていうのかな、この人がまあ、要はなんかそのパーリメント、その政府のなんかその、まあ政治家なんだろうね、なんだと思うんだけど、まあ国として、このビットコインを法定通貨にするようなことを示唆しているみたいなことが記事になっているんですよ。で、なんでかっていうと、まあ、やっぱりこのさ、噴火があったわけじゃない、ドーンって。すごいこと、日本でもね、世界中でも話題になりましたけど、でやっぱりねあれでその銀行のネットワークが全部潰れたらしいんですよ。でなんでかっていうと、あれインターネットベースだからじゃないですか。でもちろんそういったインフラも全て終わったと。なんだけどビットコイン自体は生きてたなって。なんでかっていうとね、このブロックストリームっていう、前サムスン・モーさんっていうチーフストラテジーオフィサー最高戦略責任者インタビューしましたけど、ビットコインの、まあ、そのインフラを作っているブロックストリームのサテライト、衛星をね、使って、まあ、要は、その、マイニングっていうか、そのトランザクションしていたと。いうこともあって、ビットコインのところは、まあ、全くダメージなかったよねと。ただ他は全て終わったということなんですよ。なので、まあ、そういったところで、このなんか、衛星を使ったビットコインでの実際のこうトランザクション、まあ、その、やり取りだよね。これが再度見直されているというところもあって、もしかしたらこのトンガが、このね、ビットコインの法定通貨するかもしれないよみたいな、まあ、そんな匂いになってると。で、この人ですね。もうだってもうこの人めっちゃご了承でしょ？このもうビットコインどの子のアドボケイトって言ってるけどね。はい、この人ですね。はい。んで、どこのどんな国なんだと思うじゃん？ちょっと知らない人はね、あれなんですけど、この小さい国なんですよ。この、ね、国。ね。どこかっていうと、もう、この、なんつの？オーストラリアっていうか、ニュージーランドの、もう消えちゃった。ニュージーランドの、ちょっと上ら辺の、この辺なんですよね。なので、すごい小さい国で、もう人口もこれしかいないんですよ。1000万、10万人しかいないと。なので、まあ、エルサルバドルってなんだかんだ600万人ぐらい人いるので、まあ、ボリュームあると思うんですけど、ここがだから別にね、なったところで、あんま関係ないんじゃないかなっていう気もするけどね。まあ、ただ一応ね、そういった、国が動くっていうのは面白いと思うんで、ぜひちょっとね、注意していきたいですね。一方で、イーサリアムとソラーナにやばい影響があったよと。で、なんでこんな落ちてるかって、まあもしかしたらだけど、今回のハックの話があると思うんですよね。何かっていうと、なんかワームホールっていう、まあブリッジだね。なんかイーサリアムとソラーナが繋がってるブリッジが前をハックされて、なんかソラーナ側がハックされたのかな。で、300億円以上の損失が出たよと。いうこと言ってるんですよね。で、今年で言うと最大です。各市場でも2番目かなにでかいらしいんですよね。だった気がする。なので、ちょっとやばいよね、みたいな。で、120の、じゃあ、1000万、10万、12万、イーサリアムか、ラップドイーサーがやられたよとかね、話になってるんですよね。だから、まあ、もう、こういう世界で、って怖いっすねっていう話ですな。はい。まあ、もうな、まあ気をつけてって言っても気をつけようがないからね、何とも言えないけど、こういったリスクはあるから、まあそれこそちゃんとね、こう、
分散化するってことは重要だと思うし、皆さんもね、こういったリスク覚悟で、まあ、特にブリッジとか使った方がいいのかなって気がするよね。まあ、やっぱ、クロスチェーンってちょっと怖いねっていうのはやっぱ改めて思うね。なんで、まあ、イーサリアムもなんか、うわーとか思われるかもしれないですけど、でもやっぱりね、イーサリアムすげーなと思うのが、もう燃やされてる数が半端ない。見ていくと、もうね、約5000億円分ぐらいが、1月だけで燃えたということなんですよね。要は、バーニングメカニズム。もう供給量がどん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 減ってきてと。で、どうなるかというと、そうすると価格が上がるよねと。だから、ガチ欲してる人はいいんだけど、でもガス代が高くなるから、それちょっとやめてよって思うけどね。なので、モルハの剣ですよね。で、価値保存としては、すごい良くなるんじゃないかなという気はしますけどね。はい。ということで、イーサリアムは、もうとんでもない勢いで燃えてると。1ヶ月で5000億円程度。じゃあそんなことを横目にカルダノってどうなのみたいな話で言うと、なんか面白いなと思ったのがアップデートがあるよと。でこれがまあブロックサイズが変わるよってことで 11% ね、大きくなるよってことですね。で元々は 72KB だったのが 8KB、大きくなって 80KB になるよと。結局、まあ、これによってまあより多くのデータ突っ込めるので、そのネットワークがつまんないようにするってことですね。スケールしやすくするってことだと思うけどね。はい。まあ、なので、こういったことが、まあ、今、着実にね、進んできているということなので、面白いですよね。こういったことで、体も着実にパワーアップをしてきているということね。はい。一方で、体のエコシステムって言っても、やっぱなんかすごいなと、まあ、いろいろ出てきてるなと思ったのが、なんか、エイダレンド、まあ、その、レンディングプラットフォームなのかな。これよく知らなかったんですけど、とかね、まあ、すごい出てきてるみたいで、いろんなところでパートナーシップ組んでるよね、ということね。レンディングプラットフォームが。なので、まあ、サンデースワップから、他のね、DEX も出てきたし、メルドからね、なんかいろいろあるので、ちょっとね、これから期待ですね。やっとこさ、カルダノが動くっていう。日本人は結構ね、待ってる人多いと思うんで。アバランチも無視してられないよと。もうちょっとで、イーサレムを、の1日かなの、まあ、トランザクションのボリュームを超えるよとか言ってるんですよね。本当にみたいな思うじゃん。本当なんですよ。で、まず、今回、アバラブの CEO のエミンさんがシェアしたことで言うと、1月27日の1日だけで、かな多分。あ違うか。まあいいや。まあ、110万のトランザクションが、プロセスされたよってことですね。はい。で、これっていうのが、イーサレムの約 96% に当たると。なので、もうあとちょっとで追いついちゃうよと。なんだけど、見てよこれと。ね、どうやってるんだけど、アベレージのスワップのフィーっていうのは 0.23、もう20円程度だよと。アバランチは。一方で、イーサレムは62ドル。ああ、高いね。はい。なんで、もうアバランチ、めちゃくちゃ使われてる。だからイーサレムキラーが来てるっていうのは、本当にこういうことですよ。ね、ボリュームが出てきてると。すごいよね。イーサリアムのユースケースをね、超えてるということかな。もうポリゴンとかも超えてるからね。まあ、メインネット、イーサリアムの。ファントムも超えたと。ファントムも BSC に超えて、を超えて3番目にでかい DeFi のプロトコルになったよと。TVL のっていう意味ではね。トータルバリューロックドっていう。お金がどれだけそのプロトコルに入ってるかっていう意味で、ファントムがやべえという話みたいでしょ。すごいよね。まあ、ファントムって、まあ、特になんだろう、まあ、スプーキースワップとか、まあ、トゥームファイナンスとかね、まあ、いろいろあるけどね。やっぱその辺がね、すごいなっていう気がするよね。で、結構なんかいろんなデベロッパーがすごい最近集まってるらしくって、すごいたくさんのね、プロトコルがね、生まれてるっていうこともあるので、まあ、それもあるんじゃないかな。はい。バイナンスをでも抜くってすごくない？ファントムが 12.35 ビリオン。らしいんですよ。はい。なので、BSC は12ビリオンだから若干超えたんだね。これから楽しみだね。ちなみに、ハリー・エイさんっていう人がファントムめっちゃ持ってるんですよね。彼個人だけで数百億円分ぐらいファントム持ってるんで、で、彼がスプーキースワップだったりとか、ファントム、なんだっけ、トゥーンファイナンスをめっちゃご了承してるんですよ。なんで、彼はね、すごいウファファなんじゃないかなっていう気がするかな。ちょっとね、これ見たかと思うんですけど、新しいマルウェアができたよと。気をつけてくださいと。メタマスクとか他のクリプトウォレット。まあ、要はウイルスですよね。ウイルスがこのメタマスクとかクリプトウォレットをハックして、
資金取られるよってことですね。だから気をつけてねとかって言われてんだけど、どう気をつければいいかわかんねえよみたいなのが正直あるけどね。で、なんか、マーズ・スティーラーっていう名前らしいんですよ。で、まあ、なんかその、システムにハックして、そしたらそのなんか重要な、なんかウォレットのキーとかのそういった情報を勝手に引っ張り出して、盗むと。で、もう跡形もないように、スッと盗んでそれで消えていくみたいな、そういったウイルスらしいんですよね。メタマスク、ニフティウォレット、コインベースウォレット。まあ、こういったところは全部ね、ターゲットですよ、ということですね。で、基本なんか、クロームベースのもので、あと、まあ、マイクロソフトエッジとか、まあ、ブレイブ系も全部ダメだよ、みたいな話だね。はい。ただ、Firefox と、ダメだ。Firefox とオペラもダメなのか。まあ、なんかなので、まあ、ちょっと全部やばいよね、ということですね。で、おもろいのが、なんかこれ、まずシステムが何やるかっつうと、ハックしますと。そうすると、なんか ID、言語の ID がカザフスタンだったりとか、ウズベキスタンとか、なんかベラルースとか、ロシアとかだと、ソフトウェアは何もしないんだって。なんだそれみたいな。で、それ以外の日本語とか英語とかだと、まあその、日本とかね、韓国とか、アメリカとかイギリスとかだと、もうフルアタックするみたいな感じらしいですよ。で、この、マーズ・ステーラー、スティーラーが売られてるんだって、ダークウェブで。で、これが140ドルらしいんですよ。そんな安いのって思うけどね。なので、そんなことがまた起きてるみたいなので、まあなんかどうしていいかわかんないけどね。まあ考えつく限りね、気をつけてください。はい。アメリカで面白いニュースがありました。IRS、まあ国税局だよね、が、DeFi、まあステーキングの、要は、報酬もらって売ってなければそれに対して税金払わなくていいよっていう動きを出したんですよ。で、これが新しいなっていうことなんですけど、これなんかナッシュビルに住んでいるカップルがなんかタックスを報告したんだって。で、僕たちはなんかイールドファーミングでこんだけもらいましたよみたいな。で、でも売ってないんだって。だからタックス払わなくていいでしょって言ったら、いやお前払えみたいなこと言われたんだけど、で、それで訴えたんだって。いやだって別に現金化してないしいいでしょって言ったら、結局最終的に IRS が分かったと。で、その払ってもらった分返金しますよってことになったんですよね。つまり、アメリカで DeFi 使ってイールドファーミングとか、まあまあ、するじゃん。それは、もう、タックス払わなくていいよってなったの。今まではグレーだったんだけど、もう分かったわけです。しかもなんか、いいようにクリアになったところがあるのって、そういう意味で、ちょっとこれから DeFi 来るんじゃないみたいな、そんな話になってると。まあ、タックスがね、なんか、より分かりやすくなった、まあ、クリアになったっていうのは、すごくね、動きやすくなったし、いいなってことかな。はい。まあ、今日はこんな感じですわ。なので、今日はね、終わりますけど、ぜひ皆さん、バイビット登録してみてください。あとは、メンバーシップ、お待ちしてます。そして、グッズもね、お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。